はい、ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品はアントン・チェーホフ作、神在清役、言い名付けです。この作品言い名付けはロシアを代表する小説家また劇作家でもあるアントン・パブロビッチ・チェーホフがその晩年1903年に発表した短編小説です。数あるチェーホフの短編小説の中で最も最後に書かれたと言われるこの言い名付けは、退屈な話という作品と並んでトーマス・マンが最も高く評価した作品と言われています。未来への希望を美しい形で表明したものと言われています。チェーホフは1860年ロシアのタガンログに生まれました。亡くなったのは1904年ドイツのバーデンワイラーで44歳でした。このチェーホフをはじめロシア文学の翻訳で定評のある翻訳者神在清は1903年東京に生まれ1957年に亡くなりました。この言い名付けの他にもチェーホフの作品犬を連れた奥さん、血統、妻、そして戯曲の翻訳でもよく知られています。それでは作品をどうぞ。